醤油、醤油、醤油、醤油は、主に穀物を原料とし、醸造技術により発酵させて製造する液体調味料であり、日本料理における基本的な調味料の一つとなっている。同様の調味料は別の呼び名で、東アジアの民族料理にも広く使用されている。例えば現代の中国ではと書く。以下。 特起なき記述は日本について記したものとする。独自の発展を経て、明治時代の中期に完成を見た。大豆、小麦、塩を原料とし、麹菌、乳酸菌、酵母による複雑な発酵過程を経て生成され、その過程で、アルコールやバニリン等の後気成分による香り、大豆由来のアミノ酸による旨味、同じく大豆由来のメチオのリによる消臭作用と、 小麦由来の糖による甘みを持つ。なお、赤葛色の色調は、主に、メーラード反応によるものである。鉄分は、麹カビの生育に悪影響を与えるので、鉄分の少ない水を使用する。鉄分が少ない方が、色が薄く仕上がり、軟水の方が適する。日本料理の調理において、煮物の味付けや、汁物やタレのベースにするなど、広く利用され、天ぷら、 江戸前寿司、蕎麦など、日本の食文化の基本となっている、調味料である。また、ほとんどの場合は、小口醤油が用いられ、一般家庭でも、醤油雑誌に入れられて食卓に出され、食堂や日本料理店などでも、同様に普通にテーブルに置かれ、料理にかけたり少量を小皿に注ぎ浸す、漬け、かけ用途に用いられる。主要な産地は、千葉県、兵庫県である。 表記そのものの文献上の書室は、宋代の中国で、十一世紀の北宋の詩人、蘇職の文書に出てくる。また、十三世紀の南宋で1266年頃に、書かれた、林博史の山谷清吉友という料理書にも出てくる。日本における書室には、諸説あるが、十五世紀頃から要例が現れる。文明六年、千四百七十四年成立の古辞書。 文明本節要集、文明本節要集に、消費書に、しあうゆと、読み仮名が振られているのがである。上記、消費書から約100年後の、多門院日記 A61 年、1568年10月25日の、上に登場する。しかし、録音日録天文5年、1536年6月27日上には、小油と表記されており、 シアウユの漢字表記は、こちらの方が古い可能性が高い。また、初期には、醤油の油を、漢音読みして、シアウユと発音されることもあった。棋士用の当て字に性を用いて、醤油と書くことがある。調味料を料理に用いる順番を表す語呂合わせの、さしすせそでは、性にあたり、う湯と表記されているが、歴史的仮名遣いでは、醤油と書くのが正しい。ただし、 精油という金遣いも、いわゆる許容金遣いとして、広く行われていた。下地という別名もあり、これは、吸い物の下地の意からで、紫という別名の語源は、諸説あり、高価な調味料だった醤油が、高貴なものの象徴である紫色に近かった、ことからとも、江戸時代に、筑波山麓で多産され、筑波山の画商が司法であったことからとも言われる。 英語の大豆に含まれるソイは日本語醤油がオランダ語経由で伝わったものである。ルーツは諸説ある古代中国の皮脂を皮脂をジャンゴルーツとする説で皮脂は講義に食品の塩漬けのことを指す。一方、日本における最古の歴史は弥生時代とされている肉脂、魚脂、装備脂であり中国から伝わったものは陶備脂と呼んだ。 文献上で日本のひしの歴史をたどると701年大法元年の大法律令にはひしを扱う守備塩という官職名が見える。また923年延長元年交付の演技式には大豆三国からひし一国ごとが得られることが記されており、この時代京都にはひしを製造、販売する者がいたことが分かっている。また和名類受賞では ひしおの項目にて、肉ひしほ、これひのほ、ししひしほについて触れており、ひしおの項目では豆を使って作る、豆びしおについても解説している。多門院日記の1576年の記事では、固形分と液重分が未分離な糖味噌から液を絞り出し糖味噌汁としていたとあり、これが現代で言う醤油に相当すると考えられている。文献上に、 たまりが所出したのは1603年、慶長8年に刊行された日本辞書で、同書には、たまり、味噌、味噌から取る、非常に美味しい液体で、食物の調理に用いられるものとの記述がある。また、醤油の別名とされている、スタテ、スノコつの記述が、同書に存在し、1548年、天文17年成立の古辞書、ウンポいろ派集にも、スノコつ。 スタテ味噌汁率すのことりのなりと記されている。発祥、起源については、諸説あり、定かとはなっていない。文献に登場し始めた時代のたまり醤油は、原料となる豆を水に浸して、その後蒸しにし、味噌たんばら漁に、麹が自然着生、自然しつけしてできる、食用味噌の製造過程で出る、上まみ液、たまりを組み上手、液体調味料としたもの。 発酵はアルコール発酵を伴わない。また、納豆菌など他の菌の影響を受けやすく、澄んだ液体を採取することは難しかった。この製法によるたまり醤油は16世紀を描いた国内の文献に多く現れ、17世紀に江戸幕府が開かれると人口の増加に伴い、髪型のたまり、醤油が生酒や油などと共に次々と江戸へ輸送されていく。 木桶で職人が作る、現代につながる、本格醤油は、酒蔵の装備を利用し酒造りと共に発展したため、麹は麹カビを蒸した原料に職人が付着させ、原料の表面に麹菌を増殖させる、酸麹、バラ麹手法を取る。麹は採取し、保存しておいて、次の麹の種にする、友種という採取法も取られている。発酵は、アルコール発酵を伴う。 麹カビを用いた、このタイプは、17世紀末に、辰野醤油の草分けの丸おけの長母に製法とともに、墨醤油という名前で現れている。18世紀になると、大量生産の時代に入っていく。安土桃山時代から、江戸時代になると、先週酒井さんのものが名産として、全国に流通するようになる。日本国外への輸出は1647年、商法4年に、 オランダ東インド会社によって開始された。この当時は樽詰めされたものが一般的だった。最初は東アジアへ18世紀には欧州へ輸出された。伝承によればルイ14世の宮廷料理でも使われたという。フランスでの日本三条油に関する記述は百科前書1765年に現れる。当時の記録によると腐敗防止のために 一旦沸騰させて陶器に詰めて、歴製で密封したという。用いられた瓶は、コンプラ瓶と呼ばれた陶器の瓶であり、多数が現存する。なお、コンプラ瓶が使用され始めたのは、1790年、完成2年からである。濃口醤油と淡口醤油の違いは、色や香りの違いである。江戸時代初期までは、日本での主流は、色の濃いたまり、醤油であり、 主な産地は、蒸気の湯浅に代表される近畿とさぬき、引田、小豆島であった。しかし、たまり醤油は、生産量が、需要に追いつかなかった。1640年代頃、寒永年間、巨大な人口を抱えて、一大消費地となっていた江戸近辺において、製造工程が改良された、小口醤油が考案された。江戸は、材料となる行徳の塩、 関東平野の穀物生産地、それを運ぶための水分など立地が恵まれており、特に下佐国の野だが、生産地として大きく発展し、今日に至る。薄口醤油は、1666年、漢文6年に、イボ軍立の、現在の兵庫県立の市で、丸尾孫兵衛が醤油もろみに米を投下させたものを、混ぜることにより色の薄い醤油を作り出したのが最初と、 もともとは龍野でのみ消費されていたが18世紀半ばに京都への出荷が本格化した1781年天明元年には久我国柳井津現在の山口県柳井市の高田伝兵衛によって甘露醤油採取込み醤油刺身醤油が開発されている幕末の1864年源氏元年物価高に悩んだ幕府が 市場に値下げ例を発した際、商品の品質保持を理由に調子と野田の7名柄は、最上醤油の名称で従来価格で販売する許可を得た。明治時代初期には、醤油産業自体、手工業的要素が強かったが、1882年、明治15年以降、科学的な手法の研究が進み、醸造技術や企業形態の近代化が徐々に進んでいった。 生活必需品であることに目をつけた明治政府は醤油税を創設し大正時代になるまで続いた。明治時代の市販品はまだまだ贅沢な調味料であり、一般家庭では依然として味噌由来のたまりなどが使われていた。富山県の農村城市町の例では庶民は正月や祭礼時に1号から2号を買う程度であり、村の店では 上造元から仕入れた三升の醤油を何ヶ月もかけねば売れなかった。使用量が増えたのは大正時代に入ってからであり、一般家庭が一生会をするようになったのは昭和時代初期になってからだという。ヨーロッパでの販売は貴族の没落と安価な中国産、東南アジア産に押され、さらに二度の世界大戦で反論を失い衰退した。 第一次世界大戦による公共の影響で、1918年、大正7年頃には設備の近代化に拍車をかけ、企業の合同も行われたことなどから、近代的な大量生産体制に移行していった。最盛期である大正初期には、約1万2000の工場が存在した。第二次世界大戦前後には、深刻化した食糧難に伴い、 主原料の大豆が確保できずに製造自体が危機的状況に陥り、質の向上より量の確保が先決であったため、本醸造製法の夜醤油はわずかな量しか作られず、代用品である代用醤油が主流になった。1940年、昭和15年に、統制物資の対象となり、1942年、昭和17年には配給規制を受けた。終戦後、 大豆を産んで、加水分解した液を利用する方法が導入されたが、これは醤油の重要性を理解しなかった連合国軍最高司令官総司令部が効率よく製造できるとして指導を行ったためとされる。苦肉の策として戦後しばらくの間はこうした醤油作りは続いたが、1950年、昭和25年、配給講談の廃止と価格統制の撤廃により、 自由販売が認められたことで、食料事情の回復進展とともに、再び質の向上を目指した本醸造作りが復活し、以降網の分解法等の製法が用いられることは、ほとんどなくなった。1963年、昭和38年の日本のウリン企画制定後、1968年、昭和43年に1リットルパックが登場。 1973年、昭和48年以降、企業による日本国外の生産も盛んになった。食事の欧米化と減塩志向に伴い、1980年代以降に本人一人あたりの消費量は減少傾向にある。一方、日本において醤油を原材料とした調味料、麺つゆやタレの需要、消費量が伸びていることか、 出荷量の割合において1980年代に業務、加工用が家庭用を上回っており、世帯あたり支出金額では1990年代に麺つゆ、タレの購買額が醤油の購買額を上回っている。2000年代では家事の負担軽減化を求める傾向や食に対して勘弁性の高さを求める傾向から麺つゆやタレの普及が進み、料理の味付けにおいて、 醤油よりも、麺つゆやタレを中心に使用する、家庭増加している。輸出量は、日本人海外渡航者数の増加や、日本国外における健康食としての日本食の流行などにより増加していった。こうした状況を受け、キッコーマンは1957年、昭和32年に、アメリカ合衆国にで、製造工場を建設するなど、国際的な調味料として愛好されている。 千葉県はメーカーも多く、生産量は日本全体の約3分の1を占める。兵庫県がそれに次ぎ、上位2県で過半数を占めているが、中小のメーカーは日本各地に存在する。長い歴史があり、各地で独自の風味や味わいを持つものが開発されてきた。1963年に制定された日本農林企画 JAS では本上造、 混合醸造、混合三つの製造方式による製造方法、原料、特徴などから、濃い口、薄口、たまり、採取込み、白の5種類に分類されている。そして醤油は、塩油と表記されている。長い歴史の中で、地方ごとの食文化に適したものが好まれ、作られてきたため、地方ごとに物性面、官能面の傾向が異なる。 このような地方性は、地方の食文化と密接に関連したものであり、歴史が関係している。関東や東北をはじめとする東北日本では、もっぱら濃口醤油を使うことが多い。そのため、濃口醤油の品質に対する要求が厳しくなった。結果、中間的な澄んだ色調で香り高く、旨味に富んだ濃口醤油が発達した。 濃い口醤油をベースとした蕎麦つゆや割り下が、鍋物や漬け汁としてよく使われる。京日,日本料理の代表とされる蕎麦、天ぷら、うなぎのかば焼き、握り寿司は、濃い口醤油が作り上げた、東日本発祥の食文化である。出汁は、濃い口醤油に負けないように、削り節を多く使用する。江戸は産金交代や地方からの出稼ぎの人により、人と共に食文化の交流が多彩となっており、 料理や店によっては、薄口醤油も使用される。地域によっては、秋田のしょっつる、伊豆諸島の草や汁のような、魚醤を利用する文化がある。1770年頃から、地回り醤油と呼ばれる、関東産小口醤油が、上方からの下り物をお漁がし醤油の代となった。小麦の名産地が多く気候が良いことから日立下宇佐、上さ相、相模で醸造が盛んとなり、 調子との田には、江戸時代初期に遡る、老舗ブランドが多い。今でも関東地方は日本における、生産量が最も多く、キッコーマン、山佐醤油、ひげタ醤油、シ田醤油など、全国的によく知られたメーカーがある。泡口醤油だけではなく、濃口醤油も多く使用する。煮物や吸い物の味付けには、泡口醤油を用い。 色をつけずまたコクが少ない醤油を使用して調味することがある。この地域では他の地域と異なる利用文化が見られる。大豆以外の食材を発酵させた醤油に近い見かけ、洋放の調味料が日本の国内外にある。伝統食品として古来作られてきたもの、前述の紀元参照以外に醤油とは違ったアジア国を持つ商品として復活、開発する企業もある。 比較的有名なのは、魚醤で、この他に、大豆以外の穀物から作る、穀ビシを、椎茸など、キノコ、野菜から作る草シを、鶏もつなどを用いた肉醤などがある。一例として、丸原、大分県日田市は、和名類受賞を参考に、大豆以外を原料とした、調味料を4種類をブレンドした商品を、販売している。キッコーマンでは大豆、小麦のアレルギーにより、 醤油を利用できない顧客向けとして、遠藤豆で濃い口醤油の味を再現した製品を販売している。健康食として日本食が世界各地で好まれるようになってから、日本の製品が世界各地で手に入れることができるようになった。現在発展途上国を中心に百0 0カ国以上の国に輸出されており、生産は年14万キロリットルにも達する。大手メーカーでは、 現地生産も行っている。アジアの他の国々にも醤油に似た調味料が存在する。英語では産地や種類に関わらずソイソースと呼ばれている。現在、国内で生産されているものの大半が本醸造であり、またこの小口醤油が大半を占める。本醸造の条件は、大豆、麦、米等の穀物を蒸しにし、麹菌を用いて作成した麹に、 塩水、または生揚げを混合して、発酵、熟成させたものを指す。麹に、蒸した米や甘酒を添加したり、分解を促進するための、セルラーゼ等の酵素を添加することも許されている。ただしプロテアーゼを除く。ジャス特急の条件には、本醸造であることという項目も含まれているため、特急醤油であれば、常に本醸造醤油である。 以下に近代的な製造工程の例を示す。混合醸造方式、混合方式ともに塩酸で原料処理を行い、水酸化ラトリウムで中和して得られたアミノ酸液を利用している。2004年、平成16年の JAS 日本農林企画の改正に伴い、救命、新式醸造のうち混合先が、もろみのものが混合醸造方式となり、 混合先がもろみではなく生揚げ醤油なものと、救命、アミノ酸添加法が混合方式と変更された。現在の醤油生産は、本醸造がその多くを占めるが、アミノ酸液には独特の香りと味があり、特にそれが好まれる地域において、混合醸造、混合方式も残っている。ガラス瓶、ペットボトル容器、タレ瓶、主に弁当用の小型プラスチック容器、 プラスチック製パック、主に弁当用などの形で販売されている。卓上用の製品の場合、容器がそのまま卓上用の醤油入れとして用いることができるようになっているものもある。少量のアルコールと塩分を多く含む発酵食品であるために、冷暗所において品質の劣化は遅い。ただし開封後は極力酸素を避けて密封し、冷蔵保存することが望ましい。 酸素存在下で放置すると、揮発性成分が揮発して、香りが減少するほか、特に防火備剤として、安息酵酸が含まれない場合は、液面に酵母、酸膜酵母が白く膜上に繁殖することがある。そのため、醤油側に空気が入らなくても注げる容器が、ワインのバックインボックス、略してビブを応用して商品化されている。このような酸膜酵母の実態は、 醤油の種発酵酵母と同種のザゴサカーミセスルーイであり、いわゆる醤油に生えるカビである。害はないが、香りは悪くなり、糖を消費するため味も劣化する。さらに、酸化により、メーラード反応が進み、色は黒くなる。なお、醸造期間にも劣化は、並行して進行するため、単純に長期醸造が高品質というわけではない。日本国内の醤油メーカーは、 対象時代には1万社以上、1980年代には2000社以上存在したが、年々減少傾向であり、1990年代に2000社を切り、2000年代中盤では、約1500から1600社程度となっている。これは、価格が低迷している上、大手メーカーの地方進出に加え、複製産物の廃棄コストや、設備の維持費高騰のため、地方の零細、 小規模メーカーが廃業を続けているためである。商品としては、コモディティ化が進んでおり、他の食品と比較して利益は一般的に低い。その一方で、年々、衛生面での要求は厳しくなり、廃棄物に対する規制は強くなっている。特に、エネルギーコストが必要な生規工程、人的、場所的コストが必要で、醤油油や醤油カスなどの廃棄コストが必要な、 仕込み工程を省略し、全工程を独力で行わない製造者が増加している。正規区工程までを外部に依存するケース、仕込み工程までを行わずに大手生産者より、清少油を購入し、火入れ、詰め工程を行うケース、OEM やスーパー、成協などのプライベートブランドとして大手製造に発注するケースがある。また、協業組合として、複数の生産者が正規区、 仕込み工程までを行う工場を作るケースもある。地方の中小メーカーの存在は、地域の食文化に密接に関係するもののため、文化保全の意味も含めて、残ってほしいと惜しまれている。都道府県別では、キッコーマン、野田市、山佐、ヒメタ、いずれも調子市等の大手が存在する千葉県が34%、東丸、辰野市が存在する兵庫県が16%と、 上位日券で過半数を占めてるが、日本各地に中小メーカーが存在する。なお、現存する、最も古いメーカーは室次、室継福井県福井市である。メーカーの名称は、縁起の良い、吉光に由来する。吉光、醤油、味噌が寺院で作られていたことにちなむ、山の商標名が、各地に多い。品質は、色、香り、味で評価される。 高品質の製造をするためには、高い醸造技術、醸造管理、衛生管理、保存管理が必要となる。引き味により、主に、色、香り、味が評価される。色は、単色で、赤みがある色調で、かつ香り高く、味が良いものが良質とされる。花のような、甘い香りや、爽やかに花に抜ける香が、一般的に良しとされるが、製品によっては、 生乾きの雑巾のような匂い、汗のような匂いなど、悪い香を呈するものもある。また、麹の香、味噌の香、アルコールの匂いなどの香りが加わっているものもある。良い香とされる香も、強すぎると問題となるため、それらのバランスにおいて製造者ごとに特徴が出る。ジャス日本の林企画では、品質基準に含有する窒素分、無塩化養性固形分、 エキス分、アルコールの量に従って格付けされている。その中で最も重要とされるのが、うま味の指標となる、全窒素分である。また、ジャスの他に、日本醤油協会が定めている基準がある。また、醤油業中央厚生取引協議会が定める、ものとして、以下の表示を利用することができる。紙の中で、麹を作る際に用いられる菌が麹菌である。 日本麹カビ、アスペルギルスオーザー及び醤油麹カビ、アスペルギルスソジャは共に醤油醸造に用いられている。仕込み中期にアルコール発酵を行う工房を主発酵工房と呼ぶ。過去、主発酵工房は大塩製のサッカロミセス属と分類されていたが、現在は自ゴサッカロミセスルーキシーと分類されている。古くなった醤油に生える白いカビも同種のもの。 また、仕込み後期に穏やかに後期成分を生産する酵母を五ク酵母と呼ぶ。カンディダ・バーセタリストを主にカンディダ属の酵母である。過去、パディア・コカス属の乳酸菌と考えられており、パディア・コカス・ハローラスやパディア・コカス・ソジャエと分類されていたが、DNA 相同性による分類の結果、アンチョビやキムチから分離された耐塩性乳酸菌と同種であることが判明し、 現在では、テトラジーナコカスハローラスと分類されている。また、塩分を減少させた減塩醤油では、耐塩性乳酸菌が増殖しやすく、耐塩性乳酸菌による腐敗が生じることがある。日本の料理には欠かせない調味料であるが、江戸時代における濃い口醤油の発明はその後の日本料理の発展において重要な役割を果たした。握り寿司、そば。 かば焼き、天ぷらといった江戸で生まれた料理は、濃い口醤油の誕生なくしては存在していなかったと言っても過言ではない。今日の日本料理の代表となっている多くの江戸料理は、濃い口醤油と密接に関係している。江戸時代の料理書である、料理総指南には、味噌汁やすまし汁の味を引き立てるためにたまりを少し刺すと解説がある。これを、影を落とすと表現するとされ、 すでに旨味を与える調味料としての醤油の性格が認識されていることが理解される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。